皆さんこんにちは、たくみです。今日はですね、この赤棒サンバーのですねエアフィルターを交換していこうと思います。はい、というのはですね、エアフィルターですね、まあ、人間でマスクみたいなものなんですけど、エンジンの中ですね、空気取り入れて燃やしてるわけなんですけど、その空気取り入れるときに、こういったフィルターを介して綺麗な空気を吸って一応エンジン燃やしてるわけなんですよ。でそのフィルターっていうのがやっぱり定期的に交換しないと、どうしても汚れちゃうので、今日はそのフィルターですね交換していきます。サンバーの場合ですね、フィルターがですねこの荷台の下にカバーがあって、そこを外すと出てきます。でまず外していきます。よいしょっと、よいしょよいしょ、こんな感じでゴムマットを引いてます。じゃあ外していきます。ちょプラスドライバーで外れるようになってます。だから結構ネジがねもう劣化してて、もうサビサビでネジ穴が潰れかけてるんですね。これに関してはほぼ潰れちゃってますね。あー怖い。こういうのネジ穴一回もう潰しちゃうとなかなか開けれなくなっちゃうんで怖いですね。あー痛い痛い、ことよいしょ、ネジ外れたので開けていきます。よいしょっと、よいしょ、来ました。汚い。エアフィルターはこの中入ってるんですけど、まずカバーを外していきます。外します。おお、切ったんでフィルターですね、こんなになっちゃってます。もともとはこうやったら真っ白なフィルターなんですけど、もうね茶色っぽくなっちゃってますね。でこっちの面はまだいいんですけど、これ裏こんなになってます。めっちゃ汚いですね。多分ねブローバイガスって言って、こうエンジンからこう戻ってくるなんかガスみたいなのがあるんですけど、それがこれサンバーっていうのは特に多いみたいで、なんでこれ多分エンジンオイルですねみたいなのがめちゃめちゃついてますね。めっちゃ汚いな、これは相当汚いですね。でまたこれブローバイガスっていうのがあるんですけど、それを対策するキャッチタンクっていう後付けするパーツがあるんですけど、それもですねまた近日にこれつけようと思ってます。今日はとりあえず一旦フィルターだけ交換します。まずですね、ちょっと交換する前にですね、箱の中めっちゃ汚いので、これを先にちょっとパーツクリーナーで掃除してから新しいフィルターつけていきます。うわ汚いね、やべ、砂みたいなのか、何なんやろ、なんかもう何やかに入ってますよ。うわ汚ねえな、やっぱうわ汚ね、これ汚いね。これ掃除するときいつもひたすら汚いしか言ってないよな、と編集するときの思うんですよね。ほんとしつこいぐらい汚いって言ってるっていう。いろんなサンバーのフィルター交換してきましたけど、どのサンバーも汚いですね。ここほんまに汚いですよ。早くキャッチタンクつけなきゃだな、これ。以前サンバーに、違う個体なんですけど、毒キノコのキノコをつけてたことがあるんですよ。毒キノコのキノコ、毒キノコのフィルターっていうのつけたことがあるんですけど、社外品で、マジで見た目毒キノコなんですよ。こんな感じなんですけど、そうこれつけて社外フィルターに変えたことあったんですけど、社外フィルター変えた結果はですね、遅くなりました、サンバー。やっぱり純正フィルターが一番なんかトータルバランスいいみたいですね。付け替えた結果としてはレスポンスはめちゃめちゃ上がったんですけど、トルクがスカスカになりましたね。トルクがないのと、あと最高速が全然伸びなかったですね。やっぱり純正のフィルターが一番いい気がしますね。やべ汚ねえなマジで。なんかフィルターとか結構変えたらスピード伸びたりするみたいですね。汚れすぎるとスピード落ちるみたいです。で今回使用するのがピアっていうところのメーカーのエアフィルターなんですけど、エンジンレスポンスが向上して低燃費になるってキャッチコピーで書いてますね。で確かに前違う個体で書いた時はなんかレスポンスはねめちゃめちゃ伸びた気がしますね。変わるんかなフィルターで。よし、こんなもんだな。一旦掃除終わったので新しいフィルターの方をつけていこうと思います。いろんなこの3番にですねこのピアのやつつけてきたんですけど、理由がですねかっこいいんですよこれ。普通多分白色とかなんですけど、こんな白色なんですけど、ピアのやつね真っ赤っかなんですよ。なんかレーシーでかっこいいですよね。じゃあつけます。つけますね。つけ方めちゃめちゃ簡単で、もう乗っけるだけです。パコッと開けてここに、はい、置いたらもうこれで OK です。であとカバーかぶせますね。かっけーな。あとですねカバーをかぶせます。よいしょよし OK です。あとネジ締めて終わりとなります。よっしゃ、交換終わりです。はい、ということでですねエアフィルターの交換の方無事終了しました。また実際に乗ってみてこうエアフィルター変えてどうなったかっていうのをまたインプレしていこうと思います。皆さん、よければですねチャンネル登録高評価よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。